400でもいいかな。ちょっとじゃあここで波形強って試してないと思うんで、こっち使うか。どうし、あ、いきなりいける。いきなりいらないかな。あ、これ、あ、でもそんな綺麗にはなってないか。変わったかなって思ったけど、普通だね。あ、そんな前に出なくていいや。うん、こ強くなった。なんかそんな前出てたっけ。さあ、メディックの把握はしやすくなったとはいえだね。あー、もうモルテル欲しいね。こんな広かったモルテルって。こんな、ほぼほぼ届くっけ。よしよし、楽しみだぞ。メディック出しましょう。で、この辺地雷かな。鮭鏡、いきます。使いましょう。一番使えてたの、前回が使えてなかったんで、これはかなり大きいかなと。さあ、敵もね、空挺支援、空爆が強くなってるんで、ロケラ以外がまた強くなったっていうのは、だいぶ大きいですよね。さあ、自転車ね、弱いんで、ちょっと、お願いします。使ってえな。まあ、スナイパーとかそういえばね、まだいないもんね。こいつの前に置いて。ちょっと分散させたいな。メディックを直すメディックいるんじゃないの？ そんなね、ちょっと。このチームで寝ますけど。あー、ティレリいらないかな。さあ、強化してます。これ別に押すもんでもないもんね。さあ、遠距離戦こそ出番なのよ。さあ、このラインをちょっと死守しよう。で、次一旦メディック出そうかな。真ん中メディック。うわー、左右から今ロケラン来てたね。耐えろ。回復せよ、回復せよ。メディックを乗せ、メディックを用意して。メディック確実に減ってってます、体力が。こっちちょっと地雷置いといて。で、次、ちょっとね、ワイヤーを貯めたいんで、800ポイントいくか。まだ、いや、激強、一撃で死なないもんね。どうなんだろう。これ、ほら、いい感じあるんだけど、足りないっていうところもちょっとありますよ。完全に。一旦貯めたいな。さあ、企業だいぶいいんじゃない。 とりあえずこの辺出てきたやつ撃てる。あー、もうやめ、それやめてほしい。狙いもよくわかんないし、どこに来るかね。これ空爆必要かな。このスピードいっちゃおうか。そのメディックはさっきメディック切れの時に悲惨になってたんで、メディックを失わないようにしないといけないね。いや、マジロケラン許せないな、本当に。バズーカ。憎くてしょうがない、あいつらが。よし、ちょっと。左右から来るから、まず左右を抑えよう。やけ、今日だいぶ効いてる。アーマーがいるかな？前回も一応アーマーがセットだったんで、そこがいた方がってとこあるよね。さあ、強化多いんでね、何回強化しても、まあ足りないくらいちょっと強化の枠がありますね。
やりたい。うわ、雑に打ってきやがって。地雷も足りないね。ちょっと地雷をしっかり置いていこう。ロケラン地雷でなんとかなるんで、そこしっかり意識していけば抑えは効くけど、いや、どうしよっかな。ユニット置けら置けるんだけど、ちょっと雑魚置いとくか。パラシュート、次地雷です。左かな。いやー、次空から来た時にやられそうなんだよね。ああ、痛い。耐えられないもんね。いやもう3人並びちゃダメだって。もうちょっと間隔空けてほしいよね、パラシュート部隊の方も。置くけど一旦置いとかないとね、立ち行かないし。結構いいと思うんだよね、迫撃の量に関しては。でも多分メディック明らかに足りてないんで、回復をね、優先しよう。破壊強すごいじゃん、ほら。画面上はすごいぞ。空転はなんかランダムにしてほしいですね。なんか、三兵士バラバラで降りてくるみたいな。うわ、痛い。痛い、やばい。痛い、まずい。まずい、まずい。壁が崩れた、ほとんど。まずいまずいまずい。ちょっと一人立たしとけ、とりあえず。立っときゃ簡単だしね。ロケランがまず飛んでくるから。いいよ、でも前線がすごくいい。抑えれてるね。まあ、持たないけどね、全然。これ以上は。ちょっと待って。よし。おとり出そう、おとり。空爆をここら辺に打っとこうかな。痛い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 。マジであいつら。キャッシュ増えないのかな、それかね。ちょっと、キャッシュの量を増やしてほしいですね。ああ、まあ、それでもいいんだけど。もっとなんか増えやすくしてほしいな。地雷をまた敵にぶつけるの嫌なんですけど、直接ね。まあ、やらざるを得ないか。お取り出して、アーマード行くか、ここで。今更感が凄まじいですけど。いや、ここは迫撃砲で決めたい。この辺、だいぶ当たると思うんです、これ、ほら。めっちゃ撃たれてるよ。右か。いけ、空爆。空爆ともう見分けはつかない。見分けはつかないけども。うわ、うわ、いいとこ撃ってきたね、あいつらね。やってくれんじゃん。なんか、壁欲しいな、普通に。もう、モルタルはね、それこそ壁あれば耐えれそうですし。だいぶ取りつかれてる。さあ、かなり爆発をね、お届けできてるんですけど。あいつは前来なくても撃てちゃうもんな。空爆の位置だよね。一応置いてってるけど。どんどん左右です、左右。とにかく左右が。まあ、真ん中に大量に置いたんでね、波形鏡。左右がかなりぬるいね。やっぱこの一番弱い兵士を縦に展開していくのが理想形なのかな。さあ、でも前線、これだいぶ、中央に限って言うとめちゃくちゃいいね。もうとりあえず、一発当ててみましょうかみたいな感じで、狙えてはいるんで、
空爆と地雷をかなり右に置いていけば、ロケランだけとにかくね、優先度欲しいね。ロケランは狙うよみたいな。よし、頼むよ。一旦この雑魚はとりあえずある程度前に置いておくと、いわゆる歩兵ね。何に打たれてんだ今。つらいつらいつらい。いいぞいいぞいいぞ。あれで死なないもんね。驚きだよね。ライフ100、もうそんな減ってたんだね。まあ当然か。でも今取り憑かれづらいと思うんですけど、どっから食らってるんだろう。今に限っては食らう要素ないんですけど。いよいよ真ん中の波形を効いてる。よし、ちょっとヘビを置くか。真ん中に。吸収できればとりあえずいいです。抑え地雷置いとこうかな。もう一回回復して、今2000ポイントなので、バンバン使っていきましょう。戦術ポイントね。うわー、痛い痛い痛い。危ない危ない。よし。勘弁してほしい。で、ここのね、止まってる場所が、まあ、一番いい入れ食いポイントになるんで、極めて重要していこう。波形鏡を、ね、当てるポイントとして。空爆は、左だな。おい、おい、地雷。降りた瞬間地雷ね。あー、うまい、あいつら。避けたね。許されない、それは。アーマーいけ、アーマー。いいぞ、いいぞ、いいぞ、いいぞ。空爆はしてないよね、今ね。してないよね。めっちゃ効いてる、めっちゃ効いてる、めっちゃ効いてる。うわぁ、もう、くさ、あいつら、うまいな。もうやっぱ直で当てるしかないんだね。右すぐ団子だな。今空爆じゃないね。地雷をもう出てきた瞬間踏むようにしよう。よし。出てきた瞬間空爆、出てきた瞬間地雷だね。ちょっとザコ置いとくか。おとりおとりおとり。いやー、ちょっと左ぬるいな。この辺と違うとこか。いよいよいよ。何でもできるけど何にもできないよね。いや、すごいすごいすごい。すごい、怒涛の攻撃。すごい、見えない見えない。いいぞいいぞいいぞ。これくらいしても叱るべき我々は、その権利があるよ。幸福です。地雷はとりあえず控えめに置いとくか。後ろにね。バズーカも今更ね、来たところでというか。空爆をうまくさせたいですけど、まあ、これ今出てくるやつはわかるんで、嫌いなやつが出てきたら使おう空爆を。もうこう入り口に使えば全然間に合うんでね。あの奥から撃ってくるから何してんの？何が起きてんの？あの位置で。何をされてるんですか彼らは。そんなに射程があるんですかね。メディックって生きてんのかな。魔法が消えてないんで生きてると思うんですけど。すごいなってる。よし。よしよしよし。許されると思うなよ。立て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 置いとこ立て。あいつもうちょっといい山切ればいいのね、こいつらもね。頼むよ。そう、真ん中すごく、ちょっともう真ん中いらないかな。真ん中このアーマーの兵をちょっと置いといて。あと左右に。左右、まあ右だね、とにかくね。右ちょっと空爆しとくか、一回。あんま見えない。あ、来た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 、痛い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 。めちゃくちゃ食らってるよ。このプレーンズがいたら、内回りができるんだよね。ちょっとずるくないそれ。内ができないことをしてくるっていうのは。
白けらんに全然効かない。白けらんなんか効かない。ちょっと前線固めましょう、今は。ロケランが飛んでこないように固めると。いいぞ、いいぞ、いいぞ。これが戦場です。なんで、適当にね。空爆処方とりあえず、左寄りにしようかな。右に地雷を置きます。はい、ドン。いいぞ、いいぞ、いいぞ。これ今パソコンが落ちたらね、実質勝利みたいなもんですよね。負けたとしても、扱いとしては勝利でいいんじゃないかな。あ、間違えた。まあいいです、いいです。これね、キーがね、アンロックした順なんで、例えば1番がメディックとか決まってないんですよね。まあ1番目にメディックアンロックしたら1番がメディックになるみたいな感じなんで、間違えましたね。つまり間違えましたと。誰空爆ワイヤー、ワイヤーちょっと、ワイヤー二重に置いてほしいよね。で、有刺鉄線ね。何今の空爆か、お互い何されてるか分かってないんでしょうね、ちょっとね。ちょっとこれもあれだな。固めるか、ほんとに。いや、多い、二重ウェーブ。20でもあったよね。前とりあえず前固めよう。空爆は真ん中左にしましょうか。今地雷を食らえ、右パラシュート来てるね。今だいぶね、これそういうことですよね。痛い、何かを食らった。何かを食らってる。ずっと引きにしますか一回。もうよくわからないでしょうね、誰もこの状況を理解できる人はいないと思うんですけど。いよいよいよ、ロケランを探せ、食らえ、アーティレリー。ああ、ちょっと左少ないな。なんか空爆さ、あ、ロケランなのかな。まあロケランか。まあいいや、別にいくらでもいるから、全然呼んだら来るんでね。よくこれ接近できるよね、ここまで。これ撃ってないのかな、そんな来れる。ここまで来れないと思うんですけどね。メディック。メディックそう横断してる。メディック横断鉄道です。敵の弾おかしいってあんなの。いや、6000ポイント、7000ポイントあります、実質で言うと。ちょっと、幅欲しくない？使う。連打したらさ、速くなんないかな、それか。空爆しとくか。もうどこがもう、どこでもいいよね、もうここまで来ると。さと2ウェーブでしょうと。まあでも2ウェーブえげつなそうですもんね。もうこれはとりあえず前線くらいにしよう。後ろにモルタルとかそういうこともしないかな。とりあえず前に並べよう。ロケラン、どこにいる。ロケランいないのか。近づけないでしょうか。普通飛行船が多いよね、今ね。右に空爆。帳尻で左に地雷かな、じゃあ。今、アーティリリーが欲しいです。支援が欲しい。マシンがアンロックするべきだったね。思う。ちょっと地雷切って、ロケなんです。マシンガンならもうちょっとこの弱いやつだけど、威力ありそうなんで、敵倒せそうだよね。もう戦場がわからないね、こうなると。
あ、バズーカとかいいか、まあ、今更か。いくらすんだろ、バズーカは。これ安くなってない、安くなってないか。お荷物みたいなもんですからね。いや、敵、やっぱあそこから撃ってるよね。まあ、当たってなければいいんだろうけど。よしよしよし。まあ、真ん中がちょっと薄いかな。今ね。真ん中フラスか。今、食らってなかったな、メジ。嘘でしょ。そんなことある。え、食らってる食らってる。え、どっかできんの俺今。やめてよ、ステルス攻撃みたいな。やべ、ロケラン欲しい。空爆だね、空爆が欲しい。おい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 って何してんのこれ今。おかしくなってんじゃない敵も。攻撃が断続的すぎるんだけど。まずいか、持つのか、これ持つのか、これはどうなんだ。まあでも敵も雑魚攻めみたいな感じになってまして、クオリティは低いよね。お互い低クオリティの軍団が。あ、そう、でもメディックとか意味ないですね。ちなみに、ここまで来ると。ある、まあ、ある程度あるんでしょうけど。どうなんだろうね。アティレリも撃ってんのかな、アティレリちゃんも。破撃を。撃っているか。見えないですね。まあ、うわでも爆発はしている。本当に不具合治ったのかな。後半に関しては分かんないよ、全然。だって見えてないんだからね、先が。先が見えちゃいないんで。耐えろ、耐えろ。やばい、やばい。増やせ。隙間を作るな、隙間を。8000ポイントまた持ってる、今。撃ってよ、撃つポンポンしてる。まあ一応前これ見てて死んでるんで、ね、ちょっといいや。ないものとしよう。じゃあないならないでね、やりますから。お、これいけるよね多分ね。後半のそのアティレイの活躍、破棄鏡のね活躍か分かんないですけど、さっきモルタルか、多分なんとかなったかな。どこで終わるんだろうこれ。バズーカバズーカ、あー踏まないか、踏め。おっと、人の盾よ、頼むぞ。ちょっと体力回復しよう、ここで。一応ね、何があってもいいように。どこで終わるか分かんないけど、このウェーブが。やってやってやって。いよいよ、破棄鏡効いてる効いてる効いてる。減ったのかな、数が。いや、そうでもないよ、別に。減ってはないと思うんですけど。一時期ほど爆発多く見なくなった。分散したってことかな、それか。これいつまで出てくるんだ。ずっと出てくるけど、ウェーブってまず出てこなくなるの待つべきだよね。もうじきかな、ちょっとやんできたんじゃない、ね、ここだけね、あの戦場降水帯だっけな、連続的に雨が降るような場所になってましたけどね、ずっと。なお、終わったかな、まあ、まだ続いてるね、雨が。雨が続いてます。地雷。ここで欲しいのは波形鏡ですけどね。支援です、支援。攻撃支援が欲しい。いや、これ、クライマックスっぽいな。
どう見てもすごくなってるもんね、今ね。いや、もういいでしょ。もう、ちょっと。もう出さなくてもいいんじゃないの。長ウェーブ。あ、来た来た、アーティレリー。これよ、これ。うちのアーティレリーはもう終わってますからね。しばらくの間。来た来た、右今来てます、これ。右アーティレリー。行っちゃうかろ、ヘビーアーマー。めっちゃ多い。よし、来た。初めて勝った。波形表が効いてたらいけるもんですね。ハイインパクトって多分範囲広がるのかな、増えましたが。いや、3000ポイント。2回勝てばこのゲームはユニット全部取れるんだね。さあ、更新来てね、まあいろいろ修正されたみたいで、まあバランス調整もあったのもあって、やっと勝てたね。